今日のお題はアサマベリーだよ。アサマベリー、アサマってなんかどこかの人の名前みたいだね。一体どういうものなの？それじゃあ説明していくね。アサマベリーはツツジカスの貴族の落葉低木だよ。原産は日本を含んだ北半球の寒冷地帯だね。亜高山から高山の低木林に生えていて、別名では黒豆の木やアサマブドウとも呼ばれているよ。歴史はなかなか深く、古来より中国では健康酢として飲まれてきたり、中世ドイツでは女性特有の病気に関わる薬として食べられたりしていたんだ。現在では眼病予防、下痢や血流の改善にも効果があると言われているよ。見た目や味はどんな感じなの？果実は8から10ミリの球形でブルーベリーに似ているよ。生食も美味しいけどマイルドな甘さを持っていて、様々なものと相性がいいからジュースやジャム、果実酒にもされたりするよ。マイルドな甘さなら牛乳とかとも相性が良さそうな気がするね。